シャンシュン王国は、西チベットのカイラス山陸一帯に存在した国。首都は、キュンルーンウルカ。紀元前からあったと伝わる。カイラス山は、ヤルンツアンポ川及びインガス川の源流にあたり、チベット在来宗教盆教の聖山でもある。随所に記されている女国と考えられ、そこには、山上の城に住まう女王の滑る、個数1万の国で、586年に、 いに死者を送ったと書かれているが、確証はない。また、旧、当時のトンジョ国に否定する説もある。シャンシュン王国の最後の国王リミヒャは、ドバンのオーソンツェンアンポにより暗殺され、643年にドバンに併合された。チベットビルマゴ派のシャンシュン語が使われていた。シャンシュン語の表記に使われた文字体系の一つであるマーチェン文字が、ユニコード9.0に、 追加予定である。ありがとうございます。